にちは、大島です。今回はモデリングということについてお話ししていきたいと思います。こちらはですね、今回もメルカリのことについて、お話しのするんですけども、モデリングというのはですね、非常にビジネスにおいては重要な概念でありまして、まあ、うまくいっている人の方法を真似るという部分ですね。悪い言い方をすれば、まあ、パクリなんていうふうにですね、言うこともあるんですけども、例えばその概念を固定概念を外すという部分で説明させていただくと、まあ、僕昔料理人をやっていたんですけども、まあ、もちろん基礎となるベースなる料理のレシピとかはあるんですね。それに自分なりの調味料とか、火力の仕方とか、食材を違うのを使ったりとかっていう風に自分の味に付け替えて、また新しい商品として名前を付けて出すという感じなんですね。で、それが、まあ、例えばできますと。で、日々自分でいろんな料理を作っていたとしてもですね、やっぱり日々勉強ですから、他のお店にも味見をしに行ったり、まあ、有名なレストランに食べに行ったりとかして、見て食べて美味しいと思ったら、それをですね、自分の料理に取り組む。で、例えば、今までブラックペッパーを入れていなかった商品に対して、ブラックペッパーを入れた商品を出していてすごく美味しかったお店があったとしたら、家に帰ってきて、またそれか、まあ、厨房に帰って、この料理はブラックペッパーが合うから、この自分も入れて出してみようというふうにですね、まあ、こういうふうに考えれば、全然こう真似るということはですね、全然こう悪くはないというか、別に普通なんですね。なので、ネットビジネスとかで結構ね、よく真似しちゃいけないんじゃないかとかっていうふうに思われる方もいらっしゃいますけども、まあ、真似てそこに自分なりのエッセンスを入れてですね、やればいいというふうに捉えて、ぜひ考えていただきたいなと思います。で、メルカリについては何を真似るのかですけども、他の人も、まだ全然ですね、メルカリやってる人少ないんですけども、中にはですね、結構やってる方もいらっしゃいます。で、結構やっている方がですね、どういうふうにしているのか、プロフィールどういうふうに書いているのかとかですね、どういう商品を出品しているのかっていう部分を、常に洞察していく必要があります。これは私も同じですけども、ビジネスやっていて、うまくいってようが、うまくいってなかろうが、常にライバルのことを見てですね、いいところは真似る、悪いところは、真似をしないようにしていく。これが非常に大事です。今回は、例を挙げて説明いたしますけども、一つの、最近の面白い例ですね。商品を連続で出す、同じ商品を連続で出しまくる、同じ商品を連続で出しまくっている人が、いたんですね。で、もうあの商品ページ、まあ、こういうふうに、あるじゃないですか、こう商品、自分の商品ページですね。こう自分が書いてあって、こうやってって、まあ、商品がこういうふうにガーって、ね、自分のページに来てもらうとこうなるわけなんですけども、これ全部同じ商品、もう全部同じ商品、ずらーってもう500品ぐらい、もう同じ商品しか出してないと。でも、ソールドアウト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 みたいな感じですね。なんかちょこちょこ売れてるみたいな。
これを発見したわけですね。でこれを発見してなぜそういうふうにしているのかっていうのを考えてみたときに、メルカリって出品するとフィードに出てくるじゃないですか。フィードに出てきたときにやっぱり押す人が多いんですね、検索で来るよりも。なのであそこってもう今すぐこうガンガンもう出してもすぐこう流れちゃうので、もう出した瞬間にその商品を見る人ってごくわずかなわけですね。こう出した瞬間に見る人、なのでその出した瞬間に見せるために、こう時間帯をずらして、この人はやっているわけです。要は10時、11時、12時、13時、14時とかで出しまくっていると。結局出してる商品は同じなんですけども、こう目につく瞬間にこの商品を、ランダムに出しまくるという戦法ですね。非常に合理的だと思いました。こういう例がありました。これが例1ですね。では例2、値段を99,999円にしていると。これもいましたね。はい、これとはちょっと違うんですけども、まあ実際はこうやっていっぱいありますよね。こうやっていっぱいあると。で、こういうふうにやっていって、まあ要は、最終的には同じなんですけども、この商品、ここは全部違うんですよ。ここは全部普通に1個ずつちゃんと出しているんですけども、この商品、一番最新の商品だけこうなんか 99,999円で出してるみたいな、全部で、なんかこの商品説明に、詳しくは、私のページに来てくださいと、本物の値段が分かりますからみたいな感じで書いてあるんですね。なんで これと同じですけども、パッて見た時に 99,999円だったらおおってなって見るじゃないですか。で見て、ここのページに来てくださいって言われるんで、99,999円で何と思った人がここに来るわけですね。でここに99,999円になってますけども、本当の値段は何なんだよと、本当の値段は何なんだよって言って見たときに、ここに本物のちゃんとしたページがあるというふうに誘導しているわけですね。これもですね、非常になるほどなと思いましたね。これも本当になるほどと思いました。こういうふうにですね、常に、ライバル、まあ、ビジネスにおいてライバルを研究するというのは非常に大切なことです。まあ、この例をとってみてもですね、実際は僕らがやっているような、私が教えているような基礎的なことは要は熟知ちゃんとしてるわけですね。でその上で自分なりにこれの人たちはアレンジしているわけです。この人たちもこのプロフィールも長かったりとかしてましたから、もしかしたら、私たちのプロフィールの書き方を真似しているかもしれませんね。まあこういうふうにですね、同じビジネスをやっていてもいろいろな見方やり方方法がありますので、それをですね、モデリングしていくということが非常に大事になっていきます。まあこれを やるだけこれをやるだけじゃなくてですね、これもこれも取り入れてやってみたりとか、両方やってみたけどあんまいまいちゃったらこっちやってみるとか、こっちいまいちゃったからこっちだけにしてみるとか、結局両方やったけど両方とも今うまくいかなかったから結局、最初のやり方に戻したとか、要はですね、そういうふうに試行錯誤をどんどん繰り返していくことが、非常に大事になってきますと、いうことになります。はい、それではですね、今回はモデリングということについて、お話しいたしました。今回も動画を見ていただき、本当にありがとうございました。